チャンネルさくらんぼ始まるよ。はい、じゃあ2つ目のクラスデザイナー体験に行ってみたいと思います。これからガラスをだいたい10個、靴下脱いだね、10個好きな色を選びに行きます。あっちもあるよ、見てきてごらん。あっもいいよ、あっちの方行って持っておいて。上にポンって置いて、くっつかなくていいからね。上にポンって置いていけばいいよ。後でくっつけるから。こんな感じで並べる？上に重ねなくていいの？あ、そうか。ちょっと上に立体的にした方がいいんじゃない？くっつけないやつはね、いいな。こうやって置いていけば。いただくのをお勧めしてます。少し絞り出したら、例えばこの紺色のガラスの半分の量、上から押さえたらちょうどよくなります。糸引く場合があります。1センチ引っ張って近づけてぐるぐる、また引っ張ってぐるぐるでちぎれます。こっちからこっちにずらしてみてくださいね。もし手についたらウェッティ使ってくださいね。どんどん説明させていただきますね。ひまちゃん次好きな色ね。はい、よし。で、この上にこうやって吸っておるから、その上にシュッポンと吸ってもらおうね。こうやってやる。ひまちゃんは、あ、いいな、かわいいね。次どこに置きたい？上に置く。じゃあ上に塗ってもらおうか。ひまちゃんはこんな感じ。ここ、いいよ、いいよ、手離しながら。え、次オッケー、それ今度塗ってもらい？乾かしてやる。おー、すごい、かわいいね。待ってね、今度するから。この色、じゃあそこに今何色乗せる？何色だ？青。かわいい、ひまちゃんの色になりました。いろんな色にしたね。かわいくできた？お菓子一個どうぞ。風船でもいいよ。
菓子だって。それにする？わー、やったー。ひまちゃん、ひまちゃん、ここからだ。頑張って投げてごらん。惜しい。頑張れ。頑張れ。あー、届かん。届かん。惜しい。何が欲しかったの？そうめん。そうめん。そうめん狙ってた？本当？はい、だー。はい、だー。ありがとう。ありがとうって。ちょっと良かった。何狙う？惜しい。頑張れ。おい、もうちょっと弱くだ。見てくれてありがとう。チャンネル登録してください。